回目か分かんないですね。結構撮ってるよね。だって見てる人同じ服だからね。今日は誰ですか？今日はですね、またゲストとしてスタッフを一人紹介したいと思います。僕は最初超怖かった人ですね。一番長い、一番長いです。一番長いです。そうだよね、全然長いです。で、まあ前のグリーンヒルも分かってる先輩なんで、いろんなこと聞けるね。はい、OK、 紹介したいと思います。りょうたくんです。何すか。しかも最悪頭打つっていう。頭打ちましたね。自己紹介お願いしますよ。軽く、はい、軽く軽く自己紹介を。グリーンヒルですね。働いて約3年、川上亮太です。約3年ぐらい経つ、ね、3年、3年。確かにいるっすね。うんちゃん経ってから1年ぐらい前からの、ね、そうっすね、そう、前くらいのね。ごめん、ちょっと頭回ってないっすね。濁したな。ちょっと酔っ払ってるっすよね。ちょっと酔っ払っちゃってるかな。今何飲んでるんですか、何飲んでるんですか、何飲んでるんですか。やっぱりリョータっていうと、あのグリーンヒルスタンド両方でショットコンテストって毎年やってる、まあ、バーテンさんがオリジナルで自分たちで編み出した美味しいショットを、まあ、期間限定で売って、まあ、一番売り上げが良かった人がウィナーになるっていうものを、まあ、私たちやってるんですけど、そこで今2連覇中、去年今年勝った亮太さん、なんか美味しいやっぱりショットを生み出すってことは普段から飲んでたりとかするんですかね。まあ、やっぱりなんていうのかな、ドブ板、米釜、中央、まあその他もろもろいろんなところで飲んでるから、そういうお酒の良さが知れるっていうのはあるかな。でもやっぱりドブ板からだね。ドブ板初。そう、ドブ板初、うん、コンペティション圧倒的ですよね。いや確かにずっと圧倒的に勝ちますよね。なんか勝つ秘策なんであるんですか。まあ、やっぱり酒を飲むことかな。自分で研究してくるけど、今日りょうたくんの映像、今日酒でしたね。バーテンさんとして、うんちゃんとかって飲まないバーテンだ。確かに僕はお酒一滴も飲まないバーテン。で、マサもすごいガブガブ飲む方ではないか。僕飲まないですね。で、その中で、うん、やっぱりリョータってガブガブ飲む派のバーテンダーで、そうです、うん、なんかバーテンでお酒を作る時とかに意識することとか、提供する側としてなんか考えてることとかあります？まあ、やっぱりお客さんがその飲みたい味とかだとしてる、それで飲みたいなって思うことをお酒を意識して出すことはしてますね。そう。それはあります。でも結構そう、やっぱりそれ普通じゃないですか。ジャックダニエルが頼んでなんかウォッカ来たらええってなりますよ。それ飲みたいお酒提供するって本当そうですよ。そのまんま。そう、やっぱりバーテンダーとしてお酒飲んでない、まあお酒のなんていうのかな、お酒なん飲んでないとか味がなんだろうな、お酒なんだろうな、なんだろうな、お酒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 、まあ自分は、なんだろうな、一通りね、もうコンプリートしてるわけだから、コンプリートしてますね、コンプリートしてるわけだから、もう飲んでない酒はないぞと、そう、飲んでない酒はないぞってわけだから、そう、これは美味しいっていうのは、うん、まあグリーンヒル来たら、自分が好きなお酒を提供できると思います、うん、はい、あ、そのお酒弱い人にはこういうのを出してみようとか、強い人にはってことですか。ちょっとそれはやめましょう。じゃあやめましょう。じゃあやめましょう。次行きましょう。うん、いいと思う。全然いいと思う。いいと思う。止めたから。まあ、なんか私の中で気になるところは、うん、他のバーテンダーさん、グリーンヒルスタンドで働いてるようなバーテンダーさんで、うん、いや大学生とか、うん、フルタイムでバーテンやってますとかいう人がいる中で、りょうた、ん、って本業もあって副業としてバーテンダーやってるんですか。ダブルワークみたいな、うん、言うならばダブルワークをやっていて、うんうん、なんかダブルワークのバーテンダーだからこそ楽しい理由とかあります、うん。いろんな社会の経験とかしてたりとかして、理不尽なこととかいろんなことあったりとかするけど、バーテンダーとかさ、はい、いろいろ偏見持たれるわけじゃん。確かにあるですね、それは。まあ、働いてみてすごい良かったなって思う点はいろいろあったんだ。そう、いろんな人と出会えるわけじゃん、うん、まあ、国籍問わず日本人にしても外人にしてもいろんな人と会って、まあ、自分として成長していける場面がいろいろあったと思うんだ。お酒を出すだけじゃないですかね、バーテンダーって。そうそうそう、
まあ、例えばだけど俺なんか別に英語話せるわけじゃないんだけど、まあそうやってね外人と話していくわけでコミュニケーションを取れたり、英語まあ話せないんだけどコミュニケーション取れるっていう場面があったりとかするとすごい嬉しいわけで、まあアメリカの人もそうだし、そうスペインとかさイギリスの人とか話したりとかしてると、あいろんな人の考えあるんだなってそう思ったりとかしてさ、うん、それはそう、しかもそれも国で違ったりしますもん、そう国で違ったりとかしたりとか、それこそカルチャーが違うから、ね、そうカルチャーが違うから、うん、あこんな人の考えがあるんだなって思ったりとかして、うん、俺自身の一人の考えがやっぱ違った、うん、違ってるってわけじゃないけど、まあこういう考えもあるんだなって、新しい考えを取り入れられるからすごいいいなというのは思ったね、うん、それはねやっぱり働いてみないと分かんないよねやっぱりグリーンヒルとスタンドの魅力って何回も何回も言ってるかもしれないけど、確かにすごい余談でバックグラウンド持ってて、うん、年齢の幅もすごく幅広くって広い、ね、下は学生やってる人もいれば、うん、上はこうやってお仕事やってる人もいたりとか、うん、もっと上で奥さんみたいに音楽大好きで音楽をずっとやってる DJ の人もいるわけで、うんうん、なんかお客さんとのコミュニケーション以外でもやっぱり出会いがたくさんあるっていうところが魅力なのかなって、うん、グリーンスタンドヒルの面白いところってバーテンやりつつ、じゃあカメラ好きな子が確かにそれはある、写真を撮る子もいたりとか、それはあるっす、一番バーテンやりながら DJ やる子もいたりとか、その一つじゃないじゃない、一つじゃない、ほんとだってそこら辺好きな人がさバッてここ入り込んだマジ天国みたいなところよ、うんうん、確かにそうだよね、うん、音楽、バーテン、デザインとか映像とか写真付きとか、うん、すごくない？それ1個入ったらもうそこで全部できる、うんね、特に最近だとスタンドヒルとかだと、ね、洋服とか確かに確かにオリジナルのものとかをやってたりするから、うん、やっぱりなんかここのいいところってなんかみんながじゃあ新しいもの出しますよっておっしゃ着ようぜって確かにあ確かにそれはそれをみんなで変な話お揃いコーデみたいに着て、うん、でながらお客さんが、うん、あーこれグリーンの子だよねとか、うん、スタンドの子だよねって認知してくれながら、うん、同じ洋服を共有したりとか、確かに確かにそれはそれはある、うん、新しいカクテルできた、なまーやー、あと、ね、新しい曲出たってよって聞こえよ、うん、なるなる、うん、なんかすごいお酒だけじゃないコミュニケーションで、うん、輪が広がっていくのはなんかスタンドとヒルっぽい濃さっていうものもあるのかなって、うん、やっぱりハンチの魅力とか、うん、バーテンダーをやる魅力っていうのを最後にもらえたら嬉しいなって。やっぱりね、こればっかしは何だろうな、来てみないとわからない、うんうん、一回とりあえず来てみて、まあグリーンヒル、グリーンスタンド以外でも行ってみてもいいけど、いろんなところのドビータのハンチのところを回ってみて、いろんな人と触れ合ってみて、やっぱり横須賀の魅力を知ってほしい。そうしてみたらグリーンヒル、グリーンスタンドの良さを分かってもらえると思う。確かに、まあとりあえず俺がおすすめできるのは、俺が働いてるかもしれないけど、まあ4年、ハンチ？ハンチの方は危ない危ない、嫁が浜、嫁が浜、嫁が浜、実は大好き、嫁が浜、トリプルワーク、トリプルワーク、トリプルワーク、とりあえずドブ板の方行ってみた方が俺はいいと思う。ドブ板のどこですか？ドブ板のグリーンヒル、グリーンスタンドそうね、なんか最初のとっつきがグリーンヒルスタンドとかで、うん、そこからいろんなはしご酒をして、うん、あ、ここの音楽、ここの人、ここのバーテンスキーっていうものが、確かに確かに、それはあるね、ればいいですよね、雰囲気とかね、マジで、うん、なんかそこが見つかるのも、ハンチの魅力、いや魅力だよね、そう。じゃあそんな3年間、バーテンダーをここで続けるりょうたさん、今後の野望は何でしょう？野望ですか？まあ、みんなが好きになれるショット、まあ、3連覇3連覇もうダメっすよ、来年ダメっすよ、来年ダメ、来年ゆうさん、マイナス100スタート、りょうたくんもうダメ、額縁っすか、額縁まあ何でもね、ダメですよ、そう何でもそうだけど、そうみんなが楽しく飲んでいける、そうなんだろうな、バーを、はい、そう行ければいいなっていうのはグリーンヒル、グリーンスタンドでも思うよね、うんうん、まあね、気になったりとかしたらね、ドブ板ね、実際来てみてさ、いろんな見たりしたからね、遊びに来たら、はい、うん、いいと思います。めっちゃいいっすね、とりあえず来いと、そう、まあ、とりあえず来てみないと分かんないよねいやでも、本当にでもそれ一理ありますよね、それは一理あるよね、今日のゲストはりょうたくんでしたじゃあ、りょうたくん、せーの、ピーサー。いや
アマチュア感全然プロにしか見えない芸能人にしか見えない先に始めた先に終わった